はい、おはようございます。 KTC 放送局の健太店長です。夜見てくださってる方はこんばんは。この T シャツかっこいい、はい、ジガジさんです。はい、ですね、リスナー様からですね、リクエストをいただきました。はい、ありがとうございます。リクエストね、本当にありがたいです。まあ、どういう話がみんな聞きたいかって、僕自身さほど分かってないんで、まあね、一人でね、動画出しまくってると、なんかもしかしたらね、一人よがりみたいになっちゃうかもしれないし、まあだからみんなが聞きたい話とかあれば、やっぱこうやってリクエストいただけるっていうか、くださると、助かりますし、嬉しいです。はい。まあ、全部が全部を動画にできるわけじゃないんですけども、今回は、まあ、生放送も見てくれた方だったんで、動画にしようかなと思いました。はい。で、どういうリクエストかと言いますと、俺これ知らなかったんだけど、キャリーパミュパミュ、ホストクラブ、初体験に賛否飛び交う。はい。ね。このニュースに関してご意見くださいというか、動画作ってくださいっていうリクエストでした。はい。まあ、どういう話かっていうと、これ大した話ではないんですけど、キャリーパミパミ、言いにくいな、これ。キャリーでいいですか？ね、キャリーちゃんが、ホストクラブをね、どうやら初体験、まあ、自分でツイッターにね、載っけたみたいなんですよ、ツイートして。人生経験としてホストクラブに連れて行ってもらいました。シャンパンパン、シャンパパン。シャンパンパンかな。どうでもいいわ。まあいい。シャンパンパン。楽しい夜だった。ですね。っていうツイートをしてるんですよ。写真かな。あー、ちょろっとした動画か。はい。短い動画とともに、なんかコールかけてもらってるね。動画とともにね、ツイートしてるんですけど、これにね、すごい反響があるみたい。だって、いいね、4万4000。まあ、芸能人やからな。うん。リツイート6500とかも、コメントも結構来てますね。うん。賛否両論を呼んでるんですって。はい。で、まあ、詳しくはですね、キャリーは12日にツイッターで、人生経験、読んだわ。まあ、シャンパンパンとコメントし、ホストクラブを初めて訪れたことを報告した。同時に、ホストらがコールしている動画も公開し、シャンパンパン、ウォイ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 と、夜の独特なテンションで楽しんでいることを綴った。しかし、こうしたキャリーの投稿に対し、ファンからあんまり言ってほしくなかった。キャリーちゃんに合わないといった苦言が寄せられることになりましたと。キャリーは同日に、再びツイッターを投稿し、いろんな意見あるみたいだけど、私は銀座のクラブもキャバクラもガールズバーもホストクラブも2丁目もスナックも偏見なく行くよと反論。どこの世界でもナンバーワンになるような人は魅力的だし、話してると学べるようなとこがあったり、お話ししてて楽しいのだとつぶやき。人生の社会科見学、ね、世の中の偏見をもっとなくしていきたいと胸の内を明かしていたと。はい、こういうお話です。で、これについてまた賛否が来てて、こうした投稿にもですね、まあ、それはわかるけど、どんなね、これは賛否の3の方か。それはわかる。どんなジャンルでもナンバーワンの人には魅力を感じる。まあ、こういったコメントとかね、いろいろな経験を積めば、多様な視点で物事が見られるようになりますね。うん、こういう共感の声も集まっていると。ただ一部からは、人生経験のためとか言い訳がましいこと言ってるから煙たがられるんだよ。ただ行きたいだけでしょとかね。偏見も何も実際にデート商法より悪質で、女を風俗に落としまくってるのがホストなんだけど、といった厳しい声も寄せられているだって。なるほどね。これに関して僕のリスナーさんからどう思いますかっていうリクエストが来ました。はい。で、まあ、リスナーさん、このリクエストをくれた方も、まあ、その偏見をね、なくしたらいいなと、思ってるんだって。まあ、俺もね、常日頃タトゥーの偏見だ、なんだってなくしたいなとか言ってるから、まあ、ジャンルは違うけど、まあ、偏見っていう意味では同じような話題っちゃ話題なのかな。まあ、俺が正直この話にどう思うかっつったら、まあ、なんだろうね。やっぱファンとしては複雑なんですかね。まずファンの視点から見ると、複
雑なんですかね。僕はその物事を考えるときとか、こういうなんかの一個のち、ね、まあ、ちっちゃかろうが大きかろうがテーマがあるときに、自分の考えというか自分の視点だけで物事を見ないようにしてて、ファンから見たらどうなんだろうとか、本人から見たらどうなんだろうとかね、例えば本人からしたらどういう意味でこういうツイートをして発言したのかなとか、まあ、アンチから見たらこうなのかなとかね、いろんな視点から考えるんですけど、まずファンからの視点で見たら、やっぱり複雑なのかも、知れないですね。もし僕が好きなね、例えば女性芸能人がいたとして、ホストクラブに通ってるっていうのを聞いたら、ちょっとやっぱ複雑かもしれないですね。なんでしょうね、ファンってファンの心境ってなんか恋人に対する目線とか、親がなんつうの、娘とか息子に対する風な考えるっていうか、そういう視線とちょっと似てるのかもしれないですね。なんか親心というか、勝手なことなんですけど、うん、まあ自分のやっぱ大事な人とか、自分が好意を寄せてる人と同じ感覚なんでしょうね、ファンの心境って。だから自分のね、俺が例えばもっと、ね、自分が好きな芸能人じゃなくて、もっと自分の周りに置き換えると、例えばまあ今僕は彼女いるんで、今の話じゃないですけど、まあ僕がフリーだとして、自分が好きな女の子がいました、自分のまあ好きな異性ですよね、その子がじゃあホストクラブに通い始めましたっつったら、やっぱ複雑だと思うんですよね。まあ魅力的な男性もやっぱり多いし、やっぱ夜の世界ですし、ああできれば行ってほしくないかなっていう風な、ファン目線で見たらやっぱそう思うのは、うん、普通なのかなとは思うね。まあ同性だったらね、女性ファンとかからだったら、まあキャリーちゃんそういうとこ行ってね、まあ人生経験いいんじゃないとか思うかもしれんけど、やっぱり異性のファンってやっぱどこかそういう、まあなんだろうな、下心って言ったら語弊があるけど、そのまあ異性に対するそういう思いっていうのは、そういうなんか複雑な心境は働くよね。ね、自分が好きな女の子がホストクラブ通い始めたって言ったら嫌でしょ、みんな。あんまりいい気はしないですよね。いいんじゃない、いいんじゃない、いけいけって思う人って多分そんないないと思うんですよ。やっぱり独占欲ってのが人間ってあるんで、特に男性は強めな人が多いのかな、独占欲って。女性も独占欲強い人は強いですけど、やっぱりその自分が好きな女性芸能人に関しても独占欲みたいなのが勝手に働くんでしょうね。だからやっぱりその女性芸能人とかが結婚とかしたりすると、やっぱショックを受けるわけですよ、うん、まあ男性芸能人が結婚してもね、女性ファンがねショック受けて、よくね福山ロスとかねエグザイルのファンでアキラが結婚してアキラロスとかね、いろいろ仕事が手につかないとかね、仕事辞めようと思ってるとか言う人もいましたからね、まあやっぱファンとしてはそういう胸中でしょうね。複雑ですし、あまりいい気はしないかなとは、うん、思います。まあなんでキャリーちゃんがこのツイートをしたのかがあんまり僕は分からないですし、どういうそもそもね、キャリーパミパミに対して、僕楽曲は嫌いじゃないし、俺カラオケで結構男同士で歌ったりするんですよ、忍者リパンパンとかねそうなんですけど、まあどういう子か分からないからあれだけど、まあ、男性ファンとかやっぱそういうのなんかね、気持ちを考えるとあんまりいらんツイートだったかなとは思うんですよね。まあ本人が偏見なくしたいって言ってるので、僕その世の中の偏見をもっとなくしていきたいっていうフレーズは好きなんですよ。それは真意のほどは一旦置いといてね、本当にその偏見なくしたいっつってるか、いや言い訳で言ってるかとか、それは一旦取っ払って置いといて、偏見をなくすってことはすごくいいことだと思うんですよ。偏見ってだって偏った考えであって、まるっきり無駄なことなんで、いらないとは思うんですよね。僕これほらタトゥーね、タトゥー入れ墨もそうだし、まあそういう結構サブカルチャーな、サブカルチャーっていうのはちょっと失礼だけどね、僕はタトゥーは本当にれっきとしたカルチャーと思ってるんですけど、まあ日本国内だとやっぱりちょっとまだ市民権を得られてないし、風当たり強いし、まあサブカルチャーっていうのもあれだけど、ちょっとアンダーグラウンドカルチャーに捉えてる人多いじゃないですか。やっぱそうするとやっぱ偏見って渦巻くんですよね。やっぱりそのね、
タトゥー入れずに入れてる人って社会不適合者でしょとか、ね、そういう反社会的な方なんでしょとかね、そういう偏見多いじゃないですか。これは偏見なんですよ。ね、偏見って正直いらないじゃないですか。だってそれによって得する人って誰一人いないわけですし、ただね、これ一応言っておくのが、タトゥーに関して、タトゥーを見てね、うわ、怖ーとかね、うわー、私タトゥー嫌いだわーって、これ思うのは、これ偏見じゃないですよ。これ素直なリアクションなんで、これは全然偏見じゃないんですけど、タトゥー入れてる人はみんなね、社会不適合者なんでしょとか、反社会的勢力の方なんでしょとかね、タトゥー入れてるやつ全員クズなんだろとかね、犯罪者予備軍だろっていう、こういう考えは偏見ですよね。怖いと思うとかね、生理的に無理だわって思うのは、素直なリアクションなんで偏見じゃないし、それはしょうがないんですけど、それによって抽象したりとか、叩いたりとかね。そういうことするのは、僕は、良くないかなとは思ってるんで、偏見はなくなった方がいいなって思ってるんですね。で、まあ、キャリーパミパミさんが、このホストクラブとかのね、世の中の偏見をなくしていきたいって本当に思ってるんであれば、これはいいかなと思うんですよ。やっぱりそのホストとか、キャバクラとか、まあ、なんでもいいんですよ。風俗でもなんでもいいんですけど、そういう夜の世界ってやっぱり偏見がありますよね。昼間の人間からしたら。昼間の人間っていうのもおかしいけど、あまりそういう人たちと関わり合いのない方々からすると、やっぱり偏見を持ってしまいがちな職業なんですよね。ホストもキャバもね。まあ、スナックの、まあ、お水商売って言われてるものは全部そうかもしれないですね。どちらかというと、ちょっと偏見の眼差しを向けられてしまう職業かなと、思うんで、まあ、本当にキャリーが偏見なくしたいと思ったらいいかなと思うんですけど、果たしてこのツイートをしたことによって偏見がなくなるかって言ったら、それはちょっとよくわからないなっていうふうには思うんですけどね。社会科見学っていう意味ではまあいいんじゃないですかね。これ世の中の偏見をもっとなくしていきたいって、これってどういう意味なんだろう。自分の中の偏見なんですかね。キャリーさんが持ってる偏見をなくしたいってことなのか、みんなの偏見を私のツイートとか発信によってなくしたいって言ってるのか、どっちなんだろう。よくよく考えるとね。まあ、ただファンとしてはやっぱ複雑っすよね。ただね、どれだ？これか。批判的なコメントの方の、偏見も何も、実際にデート商法より悪質で、女を風俗に落としまくってるのがホストなんだけど、てんてんてん。これは偏見ですね。これは間違いなく偏見ですね、これ。これはひどい。これはひどすぎるね。これ、牛島くんとかわかんない。俺、牛島くん読んでねえかわかんないけど、こういうちょっとアンダーグラウンド系な本とかね、そういう漫画とかを読んで、そっから得た知識でこいつ喋ってんじゃないかなって俺思うんですけど、別にホストってそんなに悪じゃないっすよ。っていうのも、まあ、もちろんね、そういう今言ったような、もしかしたらホストもいるかもしれんけど、これ全体の数パーセントですよ。これ言ったらホストだけじゃなくて、どの職業にも言えますよ、これ。だって人によるから、本当に。その人自身が邪悪だったら、ホストだろうがサラリーマンだろうが、人を貶めるんですよ。全然別にデート情報どうこうっていう風な話じゃないですからね。これはもうそもそもホストクラブに対しての偏見を持っている人のコメントですね。これは偏見。こういうのをなくした方がいいっていうのは賛成。ただなくなんないよ、こういうやつは。もう、頭が凝り固まっちゃってるし、多分ね、ちょっと美少年とかね、かっこいいイケメンに、そもそも多分、なんだろう、なんかあんまりいい感情を持ってない方なのかもしれないですね。それが自分がホストに痛い目見させられてしまった女性かもしれんけどね。女性を風俗に落としまくってるっていう、もうこのセリフがもう漫画ですよね。僕もほら夜の世界にいましたけど、例えばね、そういう、こういうね、女性が風俗に落ちてしまうって言い方も俺嫌なんですけど、僕風俗ってだって悪いことだと思わないですもん。職業ですから。これなんか風俗に落ちるっていう風な言い方って、そもそもこれ多分夜のその風俗とかそういう人たちをこれ下に見てるんですよ。これむちゃくちゃ嫌なやつ、この発言してるやつ。じゃあお前どこの位置にいんだお前っていうね。お前自分よりか下に見てるから落ちるとかね、落とすって言葉使うんだろうって思うんですけど、
落ちるもクソもないんですよ。普通のみんなと一緒の職業ですから、うん、ただやっぱりそのね、まあ女性がね自分の、まあ、体を使うっていう風な、ところから見るとやっぱりちょっと抵抗がある人が多いことは確かですけど、でも職業ですよ、れっきとした。だって犯罪を犯してるわけじゃないですし、ちゃんと税金だって払ってるしね。みんな本当に普通に昼間働いてるサラリーマンとかね、パートのおばちゃんと何にも変わらないんですよ。なのになぜか知らないけど、こういうね、風俗に落とすとか落ちるとかね。すげえムカつくんだよ、こういう話っていうか、こういう風なの聞くと。ね、言っとくけど、誰でもできる仕事じゃないですからね、風俗なんて。できますっていう、簡単に言うけどできますかあんたっていうね、男性も女性も、まあ、どっちもそうなんですけど、そういうね世界にいる人たちを自分よりか下に見てる人たちって、僕は嫌いですね、よっぽどそっちの方が落ちてるなっていうふうに僕は思いますけどね。職業で優劣をつけるのってなんかすごい嫌なんですよね、僕。その格付けしてる人たち、どこを基準にして自分の職業っていうか自分のステータスよりか低いか高いかって決めてるんですかね、これ。収入ですか、これ。収入だったら多分 もしかしたらあなたよりが多いかもしれないですし、売れてる風俗の子なんて多分よっぽど普通の人の平均年収よりかはるかに高いからね。どこを見てこの職業に下と上をつけてるのかなっていう、こういう落としまくってるって、すげえムカつくわ、このコメント、マジで。ね、こういう偏見だったら俺もなくした方がいいかなと思うけど、どうすらなくなるのかね。まあごめんなさい、キャリーの話がそれちゃうんであれですけど、キャリーパミパミさんのねこのツイートに対して僕がこの偏見なくすって本人が言ってんだったら、まあいいんじゃないかなとは思うし、ただファンとしては複雑かなっていうふうには思うかな。だからこのツイート自体はあんまり、いや、いらなかったんじゃないのかなっていうふうには思うんですよね。まあ僕キャリーさんのね立ち位置がよくわからないんですけど、一応あれやっぱ女性でもほら可愛らしいじゃないですか。やっぱりそうすると男性ファンもやっぱ多いと思うんで、やっぱりその男とかね、そういうのが匂うようなツイートっていらないんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。まあ個人の自由なんでね、俺がとやかく言うのもなんなんだけど、まあね、いろんな世界を見るのは俺もいいことだなとは思うんですけど、ひっそり行った方がいいのかなとは。まあつってもね行ったら行ったで噂が広まるだろうし、逆にこれツイートしとかないと、ね、フライデーじゃないけどなんとかでキャリーパミパミホスト遊びとかね、ホスト遊びにハマるとかね、そういう記事も出ちゃったりするのかもしれないし、逆にオープンにしなきゃいけなかったのかな、わかんないですね、芸能界って。まあどっちにせよやっぱり男性ファンとしてはやっぱ複雑ですし、聞きたくなかったかなとは思うなぁ。はぁ、難しいっすね。ただ偏見は、なくした方がいいよと、俺も思う。なんか、他の記事があるけど、SNS 上で論争が起きてるって書いてある。SNS って面白いな、本当に。暇だなぁ。また。そうしてみんな落ちていくからご注意くださいやって。これ落ちるってなんじゃ、落ちるってっていうね。まあ確かにそうやってね、お金借金しちゃってとかいうね、女の子もいるのはね、確かなんですよ。でもそれってさ、ギャンブルにはまる人がいてね、ギャンブルで借金する人と同じでしょ別にホストが原因で借金ね、してね、ああじゃあお金ないから風俗やろうってね。そんなんホストのせいやないやんってね。そういう場所だって知ってたって言ってたから自己責任やろっていう、落ちるっていう言葉はおかしいよね。そいつ自身がもう自分からもう滅亡してるだけなんだから、ギャンブルやって借金するやつだって、アルコールやって借金するやつだっていっぱいいるし、こんなホストも何も関係ねえよっていう。ただやっぱりみんなね、言ってほしくなかった。好奇心旺盛なのはいいけど、深入りは禁物だって。みんなやっぱりファンとしては複雑っすよね。まあ本人は楽しいのだって言ってるけどなあ、まあやっぱり印象っていうか、そういうね、好感度で売ってる職業だし、好感度はまあ音楽のアーティストはまあまた別枠だけど難しいね。
他の記事でも書いてるね。男好きを指摘されてるだって。男嫌いな女いるの？ねえ。まあイメージのね、ちょっと問題やっぱりあるからな。あんまりちょっとな、良くなかったのかなとは思うけど、難しいね。うん。まあ坂口安里の一件もあるのかもしれないけどね。あれのイメージがすごい良くないのかな。ニュースの手越優也とも話題になったキャリー、世界の終わりの深瀬、4人組バンド GOGO なんとかバニラスのボーカル兼ギターのなんとかと交際し、さらにニュースの手越とも話題になったキャリー、いずれも硬派なイメージというよりかはやさ男風、雰囲気イケメンが好きなようなので、ホストにお気に入りの男ができてしまう可能性も十分あるという心配が及ぶ。なるほどね。それでみんなファンは心配なんだろうね。なるほど。まあ、女で男嫌いな女の人いないと思うんで、男好きだとかなんだとかっていうのはちょっと変かなとは思うけど、なるほどね。まあイケメン好きなんでしょうね。美少年が好きなんですよ。はい。男性ファンは悲しいなこれ。うん。まあはい。ごめんなさい、これ意見しろって言われても、俺本当にこのなんかこれぐらいしか出てこないですね。まあね、いいんじゃないですか、本人が楽しんでれば。まああと偏見はなくなったらいいなとは思います。これは僕も同じことを願ってます。はい。まあ、それにはどうしたらいいかっていうのをね、考えるのが難しいし、何をすればいいのかがすごいわからないんですけど、まあ、はい、そんなところです。というわけで、すいません、こんな感じになっちゃいましたけど、申し訳ない、リクエストくれた方、ごめんなさい、こんな感じです。はい、KTC 放送局のケータ店長でした。さよなら。